エゴメコンチェフは、ロシアのプロボクサー。スベルドロフスク州アスベスト出身。2012年、ロンドンオリンピックライトヘビー級金メダリスト。アマチュア時代は、ライトヘビー級とヘビー級の2階級で活躍した。2004年、ロシアシニア選手権にライトヘビー級部門で出場。決勝で、ミハイル・ガラに敗れ銀メダルを獲得した。2005年、 ロシアシニア選手権に出場、決勝で敗れ2年連続で銀メダルを獲得した。2005年、中華人民共和国面用紙で開催された2005年、世界ボクシング選手権大会にライトヘビー級で出場するが準々決勝で敗退。2006年、ロシアシニア選手権にライトヘビー級で出場。準決勝でアルツールベテビエブに敗れ同メダルを獲得した。 2007年、ロシアシニア選手権にライトヘビー級で出場するも、準決勝で、エフゲニー・マカーレンコに敗れ2年連続同メダルに、終わった。ヘビー級に階級を上げた。2008年、イギリス・リバプールで行われた、ヨーロッパボクシング選手権に、ヘビー級で出場。初戦を4回終了時期券で勝利を収めると、2回戦は14から1の大差判定勝ち。 準決勝は接戦ながらも小からにながら白表の僅差判定勝ち。決勝は9から2の判定で優勝を飾った。2009年、イタリア・ミラノで開かれた相場世界ボクシング選手権にヘビー級で出場。3回戦でクレメンテルソを準決勝でアレクサンデル・ウシックに勝利して金メダルを獲得した。2010年、地元モスクワで開催された。 ヨーロッパアマチュアボクシング選手権にヘビー級で出場し、金メダルを獲得。階級を再びライトヘビー級に落とした。2011年アゼルバイジャンバクーで開催された相場世界ボクシング選手権にライトヘビー級で出場。準々決勝でオレクサンドル・グジクに勝利するが、準決勝でこの大会で金メダルを獲得するフリオセサール・ラクルスに敗れ、銅メダルを獲得した。 2012年、ロンドンオリンピックにライトヘビー級で出場。順当に勝ち進み決勝で、アディリベクニアジムベトフを破り優勝を果たした。試合後プロに転向することを正式に発表した。プロ転向を発表したメコンチェフは、アメリカに渡り、ボブ・アラムのトップランクと契約を交わし、ルスラン・プロボドニコフなどの有力ロシア人ボクサーを抱えるマネージャーのバデーム・コーニロブと契約を交わした。 2013年12月7日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォーク、ホールダンスホールで、ギレルモ・リゴンドー VS ・ジョセフ・アグベコの前座で、ライトヘビー級4回戦で、ピーター・カジガスとの対戦。左アッパーで3回2分35秒、TKO 勝ちで、デビュー戦を白星で飾った。二千十四年二月十二日、マカオにあるザ、ザベネチアン、マカオうちコタイアリーナで、 村田良太と数種メイトメコンチェフの金メダリスト3人のトリプルメインを軸にしたリング・オブ・ゴールドに登場。アッタポーン、ジャリトラムとのライトヘビー級6回戦に登場し、連打でペースを握るとほとんど打たせず2回には左フックでダウンを奪うと最後は連打にさらしてレフェリーがストップ。2回2分19秒 TKO 勝ちを収めた。2014年4月11日。 ネバダ州、ラスベガスマンダレーベイイベントセンターで、ラモン・ウィリアムスとライトヘビー級契約6回戦を行い3回1分34秒 TKO 勝ちを収めた。2014年7月19日、ザベネチアン、マカオウチ、古体アリーナで、スー・シメイタイ、ルイス・デラ・ロサの前座で、マイク・ミラフェンテスとライトヘビー級6回戦を行い3回終了時に、 ミラフェンテスが危険したため勝利を収めた。ありがとうございます。